じゃあこんにちは、こんばんは、サイセルレーザーです。せーの、こんにちは、シュワーッチ。はーい、何回目でしたっけ？17回目。はい、17回目だろ。それで自分の名前言ってください、その後。じゃあまあ始まり、17回目かな、今日は。はい、で自分の名前言ってください。はい、カイセルレーザーです。はい、天の声こと、こちらのレーザーサポートしてます。こんにちは、こんばんは。こんばんは。で今日はまあ何やっていこうかっていうと、はい、先週多分1994年でしたね、のやつを やらせていただいて、ビングのね、チャートね。そうで、ビングのチャートやって、今日はビング1995年なんですが、はい、やる前にちょっとこれ調べたんですが、全部載ってないっていうのと、何枚それはだからオリコンを買ってくださいって話になりますから、それを言わないでいいんじゃないですか。ないんですかって言うじゃん。やりましょう。じゃあまず、じゃあまあ1995年タイムワープ。タイムワープだったっけ。いや、早めだよ。じゃあまあシングルは、はい、まず10位、はい、ビーズでラブファントムですね。あ、チャイの好きな歌ですね、これね。現在一番好きな歌ですね。歌ってましたね、これだね。そう、これあのずっと前でやった時に中止になっちゃったっていう曲なんで、ぜひとも生でね、聴きたいなと思って、去年の有明だっけ、あのアジスタの方。そう、アジスタで、野外ライブで、やっとね、1曲目にね、聴けたんで、すごい良かったです。で次がまあ13位が、同じビーズさんで、願い、うん。すごいね、この年は、ね。14位はもう、同じビーズさんで、ラブミー、マイ、ラブユー。シモンの好きな曲だね、これ。で、次17位が、マキシャンで、ラララ。あ、代表曲ですね。そうですね、代表曲ですね。あの、これのライブでもね、歌いますね。のど自慢でも結構歌われたんですよ、これ。で次が18位がビーズのモーメント。モテルね。モテル。これは去年、94年ですね。94年の曲。で、22位がフュードビューで、突然。まあ、これもね。これね、浅岡さんがね、お兄ちゃんで失敗したやつですよ。かなりやばいね。で、35位も同じフュードビューから、君がいたから。デビュー曲ですね。で、38位がマクシャンが、から、一番、一番近くにいてね。一番近くにいてくれ。で、44位が、ザーであなたを感じたら。これは94年の曲ですね。で48位が、これは同じかな、ジャスト。48、愛が見えないだね。愛が見えないか。51位がジャストビリビリだもんね。次は、53位かな、シークレットナーですね。ワンズの、これは栗林さんの曲ですね。61位が一緒ダードさんで、セラナー以外はもうこの胸に、これもいい曲だね。これが、ね、好きだからね、これが出る56位、違うこの辺がどれだろう。それなら今もこの辺にいます。61だよ。その辺だね。で、それの後は何？その後は1よ、これ。66位ない？ディーンの未来のために。66位でしょ？68位が同じディーンのペイズで。ドムザードの曲だね。80位が、チューブの譲れない夏、あ、これいい曲だね。で、83位が、なんだ、あ、あれでしょ、スラムダンクでしょ、スラムダンクでひらめく瞬間が、まぶしいくらいに飛び終わりますね。そうです、それでおしまい。そうですね、あ、まだあるじゃん、シングル98位バージョン、あの夏を探してチューブがあるよ。あれ、ここまでだよ。あ、そっか、98位
なくなった。書いてないんだ。98位はあの後、俺も一曲だよ。ちょっとこれ、なんか、うん、で、新でアルバムが42位で、うん、え、そんなに低い？途中ない？あ、そう、4位だ、うん、4位がダードのコメバユーかな、コメバユーで、5位がマキシャンでラララ、うん、で、16位がワンズでピースオブマイソウルじゃない、ピースオブマイソウルで、うん、24位がマキシャンの永遠の夢に向かって、うん、あ、これは去年だね、24年、あの94年のアルバムだよね、うん、で34位がチューブの、うんうん、あ、メロメロね、メロディアスこれいいアルバムですよ、あのチューブベストね。42位が、うん、このチューブ、うん、チューブのリズムの夏、ね、うん、これもヒットしましたね。43位がフィールドビューのフィールドビュー1ですね、うん、最初のアルバム、ね、これが最初のアルバムですね、うん、まあそのままでアルバム少ないよ ね、 そうですね、これ100までなかったからね、まあ、これですかね、うん、まあ、今回はあのやっぱり1994年と3年、うん、当時比べてシングル曲は、ね、シングルは大体多いんですが、アルバムは随分減りましたね。アルバムは随分減ったなって感じで。100まで行けばあるんじゃないとか。ああ、そうか、うん。書いてなかったから。まあ、シングル。それ以上知りたい方は、あの、オリコンチャートをね、そう、買っていただいて。そう。見てくださいってですね。ね。まあ、いや、見て、やってみて分かったんですけど、やっぱりね、あの、シングルってやっぱ、やっぱりあの、代表曲が多いですよね。うん、あの、まあ、この、まあ、今日、今回、ラブファントムとか、やれや、うん、そうね。特に、突然。有名だよね。ただまあ、ね、あとは、ね、あとはまあ、シングル今は載ってないけど、うん、昔の曲でもね、あのまあ、大御三太の、うん、ながらで結構有名になったっていうのね、うん。あとまあ、あれは、早くね、シングルで、結構新曲にね、あの、高井泉さんとね、やりたいってね、君がいたからって。じゃあ、95年のあれですか、出来事を、ね、見たいかな、ね、話しましょうかね。お願いします。1月20日に株式会社 J ディスク設立、これはあれですね、ルームスレコーズ、ビーズの会社ね、ビーグラムレコーズ、ザンの会社、ザインレコーズ、ティボラの会社ね、全国展開の販売会社として全国6カ所に営業所を設置したということですね。で、2月5日アザブガーデニアビルにバードマンマスタリングルーム完成、これね、録音スタジオね、行きましたよ、ここ。3月3日、ビーズ、チューブ、第9回日本ゴールドディスク大賞ベスト5アーティスト賞受賞。おぉ、すごい。5月15日、フィールドオブビューデビューと、レッドウェイレコーディングスタジオ完成。心斎橋ね。心斎橋もうこ、あれだね、すでに大阪進行してたんだね、これでね。すごいな、ビーズ、これでリリースしたんだ。ね。9月1日、BMG ルームスをルームスレコーズに称号変更。ルームスレコーズは、あの、今でいうバーミリオンね、ビーズの会社の前の会社ね、ルームスですね。今じゃないんだ。今はバーミリオンレコーズでも完全にビーズの専用レベルになったから、うん、ルームスレコーズの時はまだビーズ以外にもいたから、いっぱい人が、あの、秋吉ちぎりさんとかね、なんもなくなっちゃったけど、こんな感じですね。やっぱ少ないね、やっぱ情報が。ね、だからまあ、今はビーズワンになっちゃってるけどね、うん、結構まあ、マイちゃんとかさ、うん、あの、やってんなと思ってもやっぱバッチにかなわないっていうね、うん、まあ年代がね、バッチは早かったからね、そうそうそう、あとワンズは一回休止したのかな、うん、だってほら、変わってるからボーカルが、うん、でマキちゃんも一回抜けちゃったし、うん、いや、やっぱりね、今は若き人材育成もね。そうね。して、現在さ、最近見たのは、うん、あの、福間駅ってカラオケ屋さんで、うん、よくね、女の子出たんですよ。うんうんうん、あの子がなんか最近ビーズワンにね、入ったらしい。そうね。まあ、デビューはしてないのかな、うん。だからその子デビューしたら、いいかな、なんていうと、ね、あとね、やっぱあと、やっぱまちこちゃんが入ってほしいな。ね。あ、いいガーニ。地元でも仕事にやるんだって？
出てたよ、なんか情報が。うん、東京じゃないんじゃない？東京じゃないな。うん。まあでもね、4月後にはせめて東京来てほしいな。うん。そろそろ。まだ一回もやってないから、うん、東京公演はね。はい。サードだってさ、東京に来てさ、もう結構、うん、いっぱいやってんだから、そろそろ来てほしいな。東京に。ね。サードみたいにまだリリースとかしてないからね。ああ、そっか。まあね、サードみたいにね、あのほら、ザーズをね、取り入れて。大阪だね、これ。5月のイベント。え、そう。うん。うわ、またやった。北堀江って書いてあるの。やったか。大阪だよ。うん、まあそうでしょうね。4月29日もパン工場だって。またパン工場？うん。いや、ほんと大阪パン工場ばっかりさ、優遇されてさ、ほんと、エコヒーキーだよ、なんていう。そうだね。まあね。なんか、ツイッターでさ、かなり見てるけどね、やっぱ上手いですね、うん、歌が。ね。やっぱ、ミリッツがね、あの、ほら、歌ってるっていうよりはね、自分でほら、あの、ギター弾いてね、そう、シングソングライターに入るじゃない。まあ、結局やっぱ上手いっていうか。ね。まあ、今、次世代がね、まあ、あいみょんの次世代のね、うん、後を受け継ぎみたいなもんだよね。そうなの？うん。あいみょんが今、あの、ミワか、ゆいミワ始まってそうだ。だからまあそんな感じでやっていってて、あとはまあそうだね、大変だ、あれチャートが少なかったからいっぱい時間がありますよ。でもまあいいや、ここでいいや。まあとりあえずまあ今の時期だと、まあじゃあ皆様、新学年上がった方、就職した方、大学に帰った方、さまざま卒業した方々、おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、新学年になったからといってね、まあ、勉強が忙しくなったり、まあ、就職した方はね、これからも言うと思えることがね、まあ、あると思うんですが、まあ、まあ、一番、まあ、リーダー言えることは、まあ、心を折らさずに頑張るってことしてたな、うんうん、一つは。まあ言うただけで、まあここを終わらさずに頑張ることと、うん、まあ、やっぱね、まあ、職場ってさ、やっぱ目指す人多いと思うから、うん、まあやっぱりあの、まあ嫌な奴もいるしさ、いい人もいると思うから、とりあえず嫌な人はもう自爆踏まないように、うん、すいませんでした。今やりますって言えば、多分なんとないよ。それは大事かもしれない。で、あとはまあやっぱり仲いい人とはやっぱり LINE を交換してね、味方にした方がね、うん、あと多分すごい楽なんでね、うん、レーザーもこれで結構今楽になってるんでね、だからあの皆さんもね、それはあの LINE 交換としてね、あのね、 LINE 交換しちゃえば年齢関係ないんで、うん、そうなんですよ、もうあの職場でね、あ、いや、でも上下関係ってのはやっぱあるんだけど、うん、主に現場に立っちゃえば仕事できる人間ができないが人間だから、うん、もう仕事できる人間の方がすごいからね。まあね。それは、経験上も言えるな。もう実力がものを言うから。まあでも難しいのよ。やっぱその実力なくても古い人っていうのはプライドがあるからね。なかなかそうはいかないね、世の中うまく。まあ、プライドなだけ一人前でも人間性のものはダメだろ。そういう人の方が多いからだけど。そう、多いから、そうそう。だから、合わせなきゃいけないんだけど。そう、合わせなきゃいけないんだけどね。押しないと回らないから。合わせなかった、合わせなかった、そこはミュートしていいと思うんだよ、僕は。うん。ブロック、ブロック。自分の信じてくれる人だけ、やればいいから。っていうふうに、あの、ワンズのね、うん、あの、別に言ったよ。そう、自分を愛してる人だけ、OK。うん、で、愛してる人は、ブロック、ミュート。うん、レイドを再起させる。俺もね、もうミュートしてるからほとんど。いないと思っちゃったから楽だからね。そう。もうね、人間として見てないけど俺は。もうそんな人はね、もうモンスターとして見てないから。いいかもね、それ。
そう、多分ね、あいつはモンステルだっつって人として見ちゃうと多分相当ストレス溜まっちゃうと思うんですよ、うん、そうそうそう、それあると思う。だからリーダーはもう自分を愛せない人間は人間じゃなくモンスター、うん、愛せる人はもうまあ一応人間として見てるけど、あのまあ最低ね、あのまあ価値があるかないかという感じで見てるかな。ちょっと人間がね、一致してるからさ、ちょっとあまり、本当に人間してみる人間が少ないからさ。まあ、でもまあ、やっぱ、ライブでね、同じアーティストを愛してるって人は、やはり本当にね、どうしたと思ってます。うん、あ、じゃあその話すればいいね、好きなあれを。だからまあライブ行ってまあフィールドビューだって5月ありますし、ジーグがその1日前にまだその情報がまだ出てないんですがあるから、それを見ていきたいって人もやっぱ同志ですよね、うん、やっぱあのやっぱ5月だったら、あ、そう4月だ、4月の26日そう、あれがある、まいちゃん、まいちゃん25周年イヤーがあんで、初日ね来てなんかグッズ買ったりしてくれる人見るとやっぱり、あ、この人はね、やはり同志だなっていうふうに思えてね、心がね、ちょっと本当に現れますよ。ね。レイナーちゃんも26日は一応行ってね、ちょっと現地見られつつ、舞、うん、ちゃんのグッズもね、手に入れたいなっていうふうに思ってますね。ね、まあ、本人出ないのはちょっと厳しいんですが。早く24日ぐらい経ってほしいね。まあね。なんかね、タイムスリップでもしてほしいな。でもすごいね、ノット半島のプロジェクトも参加したね、舞ちゃん。今日出てたよ。ノット半島のほら、支援プロジェクト参加してる。ああ、そうそうそう。なんか熊本だっけな。ノット半島。ノット半島。石川県の方に、ノット半島だと、うん。石川県ね、リーダーもね、それ旅行したかったらそこ行けなかったわ。体痛くて。リーダーはまだ三重とかね、九州とかね、大阪はね、結構旅行に行ったんだけど。うん、あと、青森も行ったか。能登の方まで行ってないですよね。うん、石川県の方まで。今、いつか行きたいんだと思ってます。あとは、5月のライブがもう早く来てくれるとね、ありがたいっていうのと、あと6月もね、ちょいちょいライブが入ってて、確定してるんで。あとは、6月のライブも確定してないし、7月は4月多いし、うん、ということで結構まあライブ三昧というとこですね、うん、あとは今あの B 頭の10月頃から12月には多分まあまた B がのフュードビューのねリラーショーがねあるんじゃないかなと思ってます。そうね、あれで12月になると手がマチコが来てくれるから、うん、嬉しいんですけどね。マチコは多分来ないんじゃない、まだ大阪だから、の子は。あ、違う。マイカンが来るかもしれないからな。うん、あの、12月になれば。うん、はい、ね、今回は12月にやってくれると、ありがたいんですよね。うん、先月は、10月やっちゃって来なかったから、うん。そうね。あ、先週、先年です。さ、ん先、去年か。去年ですね。で、あとが、まあ、9月がまあ、サードがあるから、10月に、舞ちゃんは28誕生日だから、うん、それ見合ってもしかしたら自分で、ね、やってくれるんじゃないかなとは思うんですよね。うん、ライブをね、どっかで多分。うん、あとはまあ、ハロウィンとかでね、やってくれる。5月6日はこれもあるからね。あと5月6日に、武蔵野、武蔵武蔵村山の時にサードアンダーグラウンドとマルシーと、うん、アイちゃんと、うん、小沢マルシーって4組ね、うん、ライブやってくれるんじゃん、うん、多分コナンの曲だと思うんですよね、皆さん。それコナンのイベントだからね。コナンのイベントがコナンの曲ですね、うん、何やってくれるのかなって今ね、うん、悩んでて、多分サード誰だったら多分、海の家で流してるのか、少しずつなのか。少しずつと空っぽの空っぽだけどね。どういうか、この3つのどういうかと思います。うん、バルシーだったら空腹かな。うん。あ
あとは、あの、あいみちゃんは結構1曲、2曲ぐらい。2曲あったね、確かね。2曲ぐらいかな。うん。2曲ぐらいあるから、どっちかを選出して選んで、うん、で、一番あの、男の2人組の方は、淡いピースメーカーとか、そっちの辺を歌うんじゃないかな、うん、と、僕とリーダーは、一応思ってます。うん、まあ、あの話も結構曲性いいからね、うん、あの、結構、クールな曲だと思えば一気によく曲でするからね、うん、あのそこのまあ入れ替わりがね、うん、結構いいんですよね。でバルシーはなかなか見えないんで、そう、ねね、ちょっとバルシーは楽しみですね。なかなかライブってやんないんで、うん、バルシー自体がサンズがねそのやってて、うん、アイちゃんもたまにやってるの、どうなんだろうね、その辺情報知らない、あんま聞かないな。あの向こうの2人はねたまにやってるって聞くんだけど、うん、だから、もうサードが結構有名ですよっていうかね、あ、主流的にね。そうね。サードがやっぱ一番、まあ、リーダーもしてますね。特にね、ゆばちゃんのね、あの、りりしい歌声とね、うん、あとまあ、天然だけど泉ちゃんのね、うん、ベースでハモってくれると、ね、それをね、うまくまとめ上げてる、あの、ひろみさんのね、伴奏、うん、がなかなかリーダーいいと思います。いいね。レイダーもね、音楽はまあ、だいたい最初のライブはジーグだったんで、うん。ジーグもジーグでまた、スラムダンクの方かな。ジーグ早くね、情報出してほしいですね。そうですね。本当はね、大黒さん出ればさ、うん、あの、大黒さんのあの、スパーク来たかなと思ったんだな。うん、かなり曲だから。そうね。まあ、大黒さん今ライブで忙しいかな。うん、それはあるかもしれない。なんかあと、レイズ、あの、フィールドビューズとか、ジーグの方にね、この何曲、一曲でもね、本当、ティーボロンとね、提供は、その辺の大河さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ほうほうほう。で、あと、まあ、その時に続けて、まあ、あと、まあ、ビーズさんは、今回、稲葉さんのね、ソロライブですが、今のアプリゲームでね、アスタタってね、そうそうそう、ゲームやって今は、鬼滅の刃ではコラボしてますが、うんね、そっちの方もね、やっている方は、もしプレイしている方は、あの、なるべくね、クリアできるようにしてください。そうそうそう、で、なんかこれはちょっとあの、3週間あった人間が聞いた話によると、育てるキャラクター5名を、転生を3回1回5回させると、うん、で、全部早さに特化すると、うん、いいらしいと情報を聞いたので、うん、もしあの、転生をね、してない、考えてる方、うん、ぜひ早さに特化してください。で、それで3回、4回成形させると、強くなるらしいんで。うん、だからあの、キャラクターによっては個性があると思うんだけど、まあやっぱ転生してこその強化だわ。うん。まあ、レベルが云々っていうのもあるんだけど、うん、レベル上げつつ転生を積んだら僕は今、ロープレイね。うんぬんね。醍醐味かな。うんぬんですね。うんぬんね。まあでも転生してあのアイテムを強化してて装備はね。この方コメントもいいね。火だよ。火。火。どういう意味だ。分かる。いやーコメント見てるとさ、一文字しか覚えてないからちょっと怖いっちゃ怖いんだけどね。あれちょっと何にも入れないと持ってない感じじゃない？コメント何にも入れないと文字が出ない感じじゃない？何も入れて。だからコメント一言言えないとここが打てないんじゃないこの空白だと。ああ、なるほどね。なんかとりあえず一文字入れたね。ちょっと怖いけどね、嬉しいんだけどな。まあいやいや、とりあえず相手を送ってくれたんでね。ありがとうございます。もうそれはもうそれで軽い感謝です。それで許してやろうって？いや違う違う、そうやでも、いや何でもいいよ、もう。コメントどうでもいいから、とりあえず相手を送ってくればいいや、もう。こっちは。そうだよ。もういいアイテムだけ欲しい。それが本性ですね。そう、本音が出たよ。アイテムが欲しい、そういう本音で。お願いしますね、ほんと。そう。
アイテム欲しい。その通りですよ。それが欲しいだよ、ほんと。ウケんだけど。配信やってない人間なんてね、配信やってない人間で、ね、アイテム出して多分やってくれるから。そうよ。ひーちゃんのメトロ出るからね。ひーちゃんのダイヤモンね。6台したからね、開けないと。あれもうね、あれもう何年もやってるから、お前、一室して人間だから。あれは前できないから、もうダイヤモン。あんなメイクしてさ、どっかさ、旅に出ることはまずできないから。ああ、ウケるね。そう、あれウケるから。今日もなんか出たけどさ、なんかすごいなんかいろんな変なよくわかんねえさ、調理方法で、味噌カツを作ってさ、食ったけど、美味しいのわかんねえよ。味噌カツ。あれさ、もう作り方が、あれ、レシピになってないもん。あれもう3日前、2日前のがもうあれあれなんか、レーダープリンプリンの2日前が133回でプリンプリン動画が視聴率になってるな。アイテム投げないんだったらこっち来てくださいって。そう、アイテム投げれなかったらこっち来てくださいな。こっちのあれを増やしてください。そう、レーダーチャネルの方増やしてください。これをもっと増やしてくれて。そう、何でもいいからね。すごいよ。もうやばいよ、もうなんで1ヶ月前のプリンプリンがもう下手がやばいよ。4桁いってんじゃん。やばいよ。4桁だよ、4桁。4桁だよ。4桁を見てくださいよ。ああ。やばいよ、お前。まあ、ということで、まあ、次は、行こうか。うんうんうん。まあ、次は、まあ、もうちょっと、次は、まあ、5日にやろうと思って、5日 ?5 日ですね、確かね。4日でよりドラクエやってるか。いや。5日の昼間だった気がする。うん、そうね、5日の朝合流だね。あ、じゃあ5日の昼夕方夜か、5日のだから9時半に集合だから、チャンネルやって、あ、ハムスターさんありがとうございます。かわいいね、かわいい、ありがとうございます。おいてありがとうございます。ワンワンワンハムスターさんはビジネスね。ね。ありがとうございます。ペットって書いてあるから、やっぱ犬が好きなんですからね。ね。家では犬好きですよ。男ハムスター。飼ってたんで。馬のマークじゃないよね。馬だけどね。馬はちょっと飼えないから、ね。この人すごい、あれもついてるよ、ほら、あれは。これアイテム自分についてるやつ。すごいね。でも、俺じゃない、俺じゃないから。そうだけど、この人はすごいってことよ、その。なんつうの、シルバーのランクっていうか、なんつうんだろう、あるみたいよ。すごいなぁ、ハムスターさん、シルバーランクですね、うん、シルバーランクですよ、プラシア？あるみたいよ、それ、忘れちゃったかな。いいや、忘れいいや、ひーちゃんが言ったらそういうこと、うん、まあ、ひーちゃんが詳しいから、それは、うん、で、まあ、あとは、うちらがやることは、まあ、ライブを楽しむ、そうですね、グッズを買う、CD を買う、うん、そして、アーティストに貢献する、チャンネルですか。そしてチャンネルを頑張って、で、レーダーだと、もうすぐコナン曲がもう終わるので、うん、次がスラムダンクに行こうかと思ったんだけど、うん、ちょっとやっぱ先にね、あの、マルコちゃんのが、シーマルコちゃんと、もう一個、うん、なんだっけ、もう一個あったな。ツイートをされてしまったので、うん、その曲をちょっとやってから、そうね。スラムダンクにちょっと映ってみようかなって感じをね、それは大事だと思う。考えてますね。うん、多分今週の土曜日あたりかな、あの、うん、マルちゃんの新しいさ、あ、違う、日曜日か。新しい声優さんがやるの。うん、確か。ね、だからまあ、それをね、やりつつなんで、もう本当に。まあ、今ね、コロナもね、終止符打たれたと言うけどね、やはりまあ、現状、重症化にならないだけであって、必ず軽度はね、あるので、ちょっともう皆さん、マスクとかね、手指消毒はね、必ずお願いします。忘れないでくださいよ。あとまあ、ソーシャルディスタンスもお願いしますね。いいですよ。で、なるべく外食好きな人はいると思うんですが、なるべく避けて、あの、テイクアウトでお過ごしくださいってことがちょっといいですかね。暗いやがれっていうかね。そう、レーザーもね、
くなっちゃって。姉ちゃんもね、その手からしないでかかってきてるから。うん。でも姉ちゃんも、なんか教訓を得てね、テイクアウトっていうのはね、実践してるんでね。お願いします。ちょっとまあ、飲み飲めるけど、ちょっともうちょっとね。うん。あとまあ、さっきの話に戻っちゃうんだけど、うん、まあ。自慢なんですね。でも学生の人は、ね、登録お願いしますね。じゃあ皆さん、また近いうち会いましょう。